신문원들도 가만히 사는 거 아니에요? 바다나요, 오늘. 아사히신문. 인간인 기자, 대대고. 대대고. 사실대로 다른 거 돌리는 거니까요. 사실대로 돌리는 거, 인간 기지 같은 거니까요. 인간인 기자, 아사히신문. 조시대, 와다시 인간인 거니까, 공간에서 개도 있으면, 저거는 가도 되니까. 日本人なんかに生まれたくなかったと言わしめた。この記事を
結構います。日本人に生まれたくなかった、こんな不幸はないでしょう。そうだ、自分の生まれをですね取ります。そういう風に出したのがこの朝日新聞の1982年の最初の記事、最終島に日本軍が行って、そこで若い女の人を見つけしたいトラックに乗せて、そしてそこで連れて行っては強姦をした、とんでもない、もう嘘話っていうか、こういう担ぎ話をですね朝日新聞は書いた。そればかりかこの32年間16回にわたって慰安婦が強制連行されたかのような、そういった事情をずっと書き続けた。そして8月の5日6日、この2日間にわたって、あの吉田誠二が書いたネタ本を元に書いたこの慰安婦の強制連行なんていうのは、いや実はひょっとしたらなかったのかもしれないというふうなことで訂正記事を出されたわけです。皆さん、そこに書いてあった文言は、慰安婦の強制連行から今度は女性の人権や女性の尊厳をやはり守っていかなければならないという方法に方向は、すり替えられたわけですが、いいですか、女性の人権とか女性の尊厳とか言う前に、まずはあなたたちが影響を与えた日本人一人一人、こちらの方の人権や尊厳はどうなるんでしょうか。そうだ、あなたたちは